Thank you.
佐渡に近えたて祭る大屋の中将光圀、まだこれなるが潮の道成と申す者にて候されば、この度お房は相馬の城に平野正子が娘さつき姫なる者、身辺不可思議なる妖術を身につけ、多くの手下を従え、法廷に背くことかず知れず、で我ら両面にして両対地上との宿命になれば、でおれば下宇佐が相馬の城を出し諸構えのと思うなり、一緒に皆さん